皆さんこんにちは、フクロウです。今回は本日から開始されている聖夜 SSS のリセマラ情報をベータ版を使ってねお伝えしていきたいと思います。でこちらの画面、こちらのゲーム、戦闘形式はコマンド選択方式という風になっていて、 ABC のコマンドをね選んで攻撃をするというものとなっています。各コマンドのエネルギーはね、ターン開始時にチャージされて、6個ね溜まると強くなるという形になっています。またね、戦闘中はド派手なね映像だけじゃなくて、音楽とか声優さんの声も入っていて結構いい感じになっています。動画はね著作権の関係で音はね変えているという状態になります。あとこういうね演出があって、タップしてねマックスに近いほど有利になってね、自分のこの必殺技が通るというような、ただねコマンドを選択するだけじゃないという形式も採用されています。また戦闘はねオートと倍速もね用意されているので、画面ずっと見てなくてもいいという配慮もあります。で、こちらのゲーム 100MB ぐらいのねダウンロードの後チュートリアルをすると、こんな感じにね単発ガチャを引けるようになっていると。で、あとね開始されたら事前登録報酬もあるかなということになっています。で、ガチャからはねかけらが出て、そのかけらのね個数で闘士のレベルが上がり、キャラクターが強くなると。で、出てくるかけらの数で、割合が決まっているという、設定になっています。で、今ですねベータ版募集しているので、期限までならねまだ参加できるので、気になる方はねプレイしてもらえればと思います。で、その他ね提供割合とか、いろんなことはねブログに書いておくので、それも見てもらえればなというふうに思います。